森永乳業は乳製品の研究開発、製造、販売を行っている会社になります。輝く笑顔のためにというのがコーポレートスローガンになっていて、お客様ですとか従業員含めですね、関わる人たち全てにこう笑顔を届けられるような、そういった製品を作っていきたい、世に出していきたいというようなことを考えています。食品会社っていうところでいくと、赤ちゃん向けの粉ミルクがあって、生まれたての赤ちゃんからですね、あとまあヨーグルトだったりプリンといったデザート関係で、こう小学校、中学校、高校と成長していく段階の中で取ってもらって、大人になってもこう例えばビールのおつまみにチーズを取っていただいたりですとか、弊社流動食だったりですとか介護食というのも作ってますので、高齢者の方だったりですとか、まあ病気で入院されている方とか、本当にもうあの全ての方がですね、お客様になってくれる可能性がある商品、これを扱ってるっていうのが森永乳業、総合乳業メーカーの一番の特徴だと思ってます。今はまあその製造系のスタッフだったりですとか、研究開発職、営業職といろいろこう多岐にわたってはいるんですけど、ここからはその専門性の高い分野である程度成果成績を残してきた人っていうのにこう来てもらえたら嬉しいなというふうに考えてます。そうですね、できれば他業界から来てもらって新しい数を入れてもらう、基礎研究の腸内フローラだったりですとか乳酸菌の研究というところもあの弊社力入れておりますので、まあ、そういった経験者の方、もしくはまあその今までこう別のことやってたんですけど、やっぱりまあそういったことにも興味があるとか、やってみたいという方がいらっしゃったらですね、そういった方に来ていただいて、でそれをこう生かしてもらうというのは一つかなというふうに思ってます。あのミーダスを選んだのは、今までこうパーソルさんとお付き合いをさせてもらって、いろんな、転職イベントだったりですとか人材紹介だったりとか、いろんなサービスを受けていく中でですね、まあ、会う人っていうところがすごくこういいなというふうに思っていまして、これはきっとミーダスの中で登録されている人もですね、弊社がこう来てほしいなと思える人がたくさん登録されてるんじゃないかと思って、そこがまあ一番ミーダスを選んだ理由ですね。やっぱり一番はその検索のところですかね。うちもさっき言ったように、まあ、いろんな業種だったりとかいろんな職種の人に来てもらいたいというところがありますので、そこでこう細かく設定をしてある程度リストを作れる、これはすごく弊社にとってもメリットのあるところかなと思ってます。昔からこういうダイレクトリクルーティングみたいなのずっとやりたいなと思っていて、最近このミーダスとか紹介してもらって本当に良かったなと思ってます。